イター610電車はかつてチザルピーノ車が保有し、その後同車による列車運行の停止により、スイス国鉄及びイタリア国鉄の所有となったペンドリーノの第四世代にあたる車体系車式車両である。本校ではその後スイス国鉄が追加導入したラベ五503型についても記述する。チザルピーノが運行していた当時のイター610。 2008年イタリア国鉄所有となって塗装変更されたイター610ボローニャ駅2014年スイス国鉄所有となって塗装変更されたイター610ブリーク駅2013年スイス国鉄が発注した車両は形式名がラベ503型となっているラベ503012号機ジュネーブコルナバン駅 2014年1993年から2009年までの間に主にスイス、イタリアを結ぶ国際列車を運行していた鉄道会社であるチザルピーノでは1996年から板は470系ペンドリーノを使用してチザルピーノを運行してアルプス越えでカーブの多い在来線でのスピードアップを図っていた他2005年12月以降はシンプロントンネル または、ゴッタルドトンネルを越えるすべてのスイスイタリア間の国際中高列車及び EC がチザルピーの車によって運営されていた。そのような状況の中、同社では2007年に予定されていたレッチュベルクベーストンネルの開業に合わせて、同トンネル内の時速 250km 運転への対応や輸送力の増強を図るために、 車体傾斜式の電車を増備することとして2004年にフランスのアルストムトランスポールに7両14編成を4.5億スイスフランで発注した機体が本校で述べるイター610であるアルストムは長らく車体傾斜式車両ペンドリーノを開発製造してきたイタリアのフィアットグループのフィアットフェロビアーリアを2000年に統合し2002年より ヌオーボペンドリーノと呼ばれる第四世代のペンドリーノを開発しており、2006年にはイタリア国内向けのイター600を製造し、2008年から運行を開始している。シザルピーノが導入したイター610は、このイター600をベースにスイス及びドイツ上乳用として所用の変更を行ったもので、その主な内容はスイス及び ドイツにおける AC15KV16.7Hz の河川電圧及びその設置位置への対応、レッチュベルクベーストンネル及びゴッタルドベーストンネルといった長大トンネルに対応するための出力増強及び補助電源装置の上調性の向上と火災放置機の設置、両国の信号システムへの対応、食堂車の設定や車内液晶表示機の設置、 座席配置の変更など接客サービス設備の一部変更、外観塗装の変更などとなっている。イター610は予定では2007年12月のダイヤ改正より運行に入る予定であったが製造スケジュールの遅延により最初の編成のロールアウトが2007年となり、その後し運転を開始して2008年12月には運行を開始する予定がさらに遅延し、 2009年7月から限定的に運行に入り、同年12月のダイヤ改正からシンプロンルートで本格的に運行に入っている。しかしながら、チザルピーの車による列車運行は慢性的な遅延の発生をはじめとする数々の問題により同改正で終了となったほか、イター610自体も軸重の重さに起因する軌道への大圧の大きさの問題により、 ゴッタルドルートでの運行ができない状況であった。チザルピーノによる運行終了後、本形式もは、スイス国鉄とイタリア国鉄に7編成ずつ分配されて、ユーロ式として引き続きスイスイタリア間の国際列車として運行され、2010年12月のダイヤ改正から曲線通過速度を制限した上で、ゴッタルドルートでの運行を開始し、その後2011年5月には、 市場側の改良などにより、一部速度制限は残る、モノノイター470やラブド500型と同じ、曲線通過速度である、速度区分 N での運行を開始している。なお、製造及び納入遅延により2009年12月の運行開始時点では予定の14編成中8編成のみが使用されて、残りの機体は、その後2011年にかけて、順次納入されている。 なお、アルストムによる保証期間中は、全機チザルピーノの保有のまま両鉄道にリースされており、その補助とされているほか、遅延のペナルティとして、一部の編成分については、アルストムから無償での提供となっている。その後2010年代になっても、ゴッタルドルートの国際列車の運行は、イター470を主体に運行されていたが、チザルピーノ車撤退の一因となった。 同形式の故障等による運行支障の多さや乗客の乗り物酔いの問題は解消されず2011年5月にイタリア国鉄保有のイター470第7編成がスイス国内で走行中に火災事故を起こしたことを契機にスイス国鉄ではイター470を早期に運用から外すことを決定し2012年8月にこれを代替するためのイタ612次車を アルストムに8編成2.5億スイスフランで発注している。この契約は、チザルピーノから譲り受けした8編成のオプション契約を行使したものであるが、形式名がスイス国鉄方式のラベ503型に変更されているほか、ゴッタルドベーストンネルでの運行への本格的な対応、バリアフリー対応強化のための座席配置変更、設備機器類のバージョンアップがなされている。 このラベ503型は2014年12月に運行に入り、イター470を代替しているほか、2015年1月には、輸送力増強とゴッタルドベーストンネル開業対応用に参事者として、ラベ503型4編成が一点に置くスイスフランで発注されている。形式、編成番号と所属、2007年から採用された UIC 規格による、 ヨーロッパ標準動力車番号体系である EVN の編成番号、機体名は以下の通りとなっている。イター610の2等室内ラベ503型の2等室内、室内等の LED 化、車内表示器の車端部への移設などがなされているラベ503、型の1等室内同じく食堂車内ラベ503型は、客室内最壁面に液晶表示器が設置される。 本形式は1号車から7号車までの7両固定編成で、車内外のデザインはベースとなった板600や全世代の板470と同じく至るデザイン、自由ジアーロによるものとなっている。また、車軸配置プラス2にプラス2にプラス2に、2の動力車4両、付随車3両の構成で、動力車はペンドリーの特有の手電動機を床下搭載として、 ドライブシャフトで台車内側の車軸を駆動する方式を踏襲している。ペンドリーノ、ありがとうございます。